北条氏行は、河内佐山藩の第十二代の藩主、家族。高下二年八月、下野佐野藩主、堀田忠志の七、男として生まれる。万円元年九月、佐山藩の第十一代藩主、北条氏めの養子となる。文久元年十月二十一日、養父の隠居により、家督を継ぐ。同年十二月、十五医した、相模神に助任する。 源氏元年5月15以上に昇進する。幕末の動乱の中では、京都近郊に所領を持っていた、関係上から幕名に従い、泉高石海岸に砲台を設置して、解剖を強化し、文久3年の天中組、討伐、源氏元年の大阪城警備、慶応2年の機内における天領での、百姓一期鎮圧などに参加している。しかし、慶応3年に、 大政奉還が行われると新政府に強順し、慶応4年の母親戦争では新政府に組みした。このような連年の活動による軍事費は、小藩の佐山藩の犯罪性を大きく苦しめた。明治2年6月、藩赤奉還により、佐山藩知事に任じられる。しかし、同年12月27日、財政難を背景に、藩知事を辞任。 佐山藩は廃藩となり、堺県に編入された。明治3年11月10日、明治天皇の自治中に任じられた。明治4年7月28日、自中に任じられ、明治天皇の法御後、1912年12月1日に辞任した。明治17年7月8日、家族礼により死者に助された。大正八年十月十六日に死去。 去年75、ありがとうございます。